はい、どうも、トウガです、今回はこちらですね、プリパーのサイン色紙コレクションの4弾ですね。こちらをワンボックス買ってきました。2800円、なかなかですね。はい、じゃあこちらを早速開封していきましょう。ラインナップは、まあ、こんな感じですか。はい、狙いがまあ、一番ガルマゲドン推しなんでガルマゲドンかな、はい、あと書き下ろしが欲しいところなんですが、今回メガニーの書き下ろしがあるんですね。誰が欲しいんだろうメガ姉さんだったら欲しいんだけどな。開けていきましょう。あとはペッパーとかも欲しいかな。はい、ララかしこまですね。はい、ハサミ使うかな。お、これ書き下ろしですね。書き下ろしはとりあえず出たんで、はいはい。プリチケもついてるのか。はい。まあ自分こっちのゲームはやんないですけどね。ミレー。とりあえず書き下ろしが出たんで、これは嬉しいですね。お、来た、ガルル。よしよし、来ましたよガルル。これであとアロマとみかんが出れば完璧なんですけどね。出た。だからさ、いらないよね。あ、プリチキアソフィーなんですね。はい。はい。なぜメガネではなかった。とりあえずこういうの買うのって大きい大人の友達だと思うんだけどな。お、来た。よし。みかん来ました。よしよし。かわいい。うん。よし、あとはアロマが出れば完璧だ。はい、あ、これはファルル？なんだっけ？そうですね、ファルルですね。はい。最近キャロの名前が覚えられなくてね。例えばノンシュガーはまだ1台向けてねえの。こい、お、響さんですね。あ、なんだかんだでか、そうですね、書き下ろしは3種揃いましたね。うん、あ、友近ラーナなんだ。アロマが来てくれればいいんだけどな。あ、チリですね。はい、このキャラも結構好きだから、まあよしとしましょう。
ジュリーですね、はい。だっけ？ジュリー、はいはい。はい、ラストになります。アロマが欲しいなと。あ、もう、この段階でわかる。この段階でわかる。はい、ノンですね。ジュノンの、はい。残念、アロマは出なかった。そういえばガムついてたのすっかり忘れてましたね。はい。というわけで今回はこんな感じでしたね。やっぱ全種類そういうのは2ボックス買うんでしょうけど、高いからね、これね。なかなか。はい、ジュノン、ジュリー。響き、ファルル、メガニ、デラーラ、そしてチリ、みかん、アイカルルですね。あと書き下ろしのソラミスルマイルですね。はい、まあ書き下ろし3種出たし、まあガルとみかんが出たんで、まあまあ、うん、よしとしようか。はい、まあ、秋葉行けばどっかでバラ売りしてるとこもあるんだろう。多分、色紙を。はい。それで揃えたいと思います。はい。今回は以上です。もし第5弾が出るなら、その時また開封動画を上げます。ご視聴ありがとうございました。では。